あ二階堂さんありがとう。これさ制限になっちゃうのって後ろのバックの写真がダメなんかな <laughs> 後ろのバック写真の問題なんかな さんいらっしゃーい。後ろの背景写真な気がしてきたー。 こんばんばは <coughs> あしょうくんありがとうありがとうございます絶対これあれですよね後ろのさ、さ背景写真がさ ちょっと水着っぽい感じだから制限18歳以上になっちゃってる気がするんだけどなんか変な写真変なさ配信の枠だって思われないかなひじちゃんさんです夏きさん知ってくれてるのかななんでだろうはじめまして 今日はちょっとあの配信しようかなと思ったんですけど目があの物もらいでとんでもないことになっちゃってそうあプロフィール見ましたありがとうございますそうもともとはね顔出して配信しようかなと思ってたんですけど顔の調子があまりにも悪すぎてラジオ配信で少しだけしようかなと思っててでそしたらなんかあの <laughs> 選んだ写真が <laughs> 悪すぎて悪いのがちょっとなんか過激だと思われたのかあの18歳以上になっちゃって <laughs> 変えた方がいいかな,なんかあんまりラジオ配信今まで多分今日で3回目とかだからちょっとどうやったらなんかどんな感じでやればいいのか理解はしていないんだけど。 すーさんハートミみありがとうございますしみんなが来てくれるかなという感じなんですけどよかったらぜひお話ししてくださいでも今日土曜日の夜だからみんな楽しくパーッと遊んでるのかなうん <laughs> これさ後ろの画像変えたら制限変わるのかなというかもう一回制限になっちゃったやつはもうあれなんかな <laughs> 言うてでも少しだけ配信できたらなと思ってつけたのであれだけど。 ほっとけば治るあほっとけば治るんだあそうなんだでももうこのがもしうちの配信での今の思い当たる制限はの節はこの画像だからさこの画像を変えてほっとかない限りはあれなんかな夏きさんはこのファンマは誰の あれなんだろう。最近配信してない。あ、配信もされてたんですか。あ、ベータ、お帰り、ありがとう、ハートミー。なんかアイコン変わったね。チワワになったの。可愛い,い子ちゃんになったね。 でもさ結構ギフターレベルとか高い方って自分も配信しつつそのリスナーさんっていうか見られてる方多いよねヤッホーペーターチワワちゃん星しのシンガー・サングライターとあずって人とガンキューちゃんって人あっ3人の,あのファンマを掛け合わせてるんやなるほどね 盛りだくさんやな夏希さんは男性女性ですかお名前がどちらでもマッチするお名前だからどっちなんだろう <laughs> てかペーター結構遅い時間まで起きてるな。 レベル高いけど配信たまにしてるよでもペーちゃんいつもさ配信してる時応援してくれるよ。ちゃんのモデあモデレーターさんなんだ。突弾配信で話したりない時に引き継いだりするのにへえすんご <laughs> めちゃめちゃしっかり。 職務を全うしてるやん <laughs> あ、男性ーなんやよろしくお願いしますさっきまで寝てたあ、お休みだったのお休みだったから寝てたんでも三人のリスナーさんやってたら結構一日の配信を見るスケジュールカツカツなんじゃないんですか違うんかな 明日はちゃんとちょっと顔出して配信しようかなと思ってるからちょっと今日だけラジオ配信なんですけどこの写真あこそうこの写真はあんまり日常生活わかんない私だけじゃないと思うんだけどさ 日常生活で自撮りをするっていうことがまあないけど一応インスタグラムはやってるからあの数少ないインスタに投稿してる写真を持ってきたんだけどちょっと何かあれなのかなさ制限かかっちゃったのかもあ SPL さんこんばんは正解は不定期あそうなんですね私も不定期だから 来てください時間もねあんまりあれなんだけどインスタやってるんですよこれさインスタをさコメントに書いたらいいのかなインスタ こんです <laughs> でも本当にインスタもねてか私 SNS めちゃめちゃびっくりするぐらいうまくない人間だからさインスタグラムも結構ストーリーメインだったりするからうい <laughs> ありがとうございます嬉しい <laughs> ありがとうよかったらぜひあのこっちの配信の TikTok の方もフォローとお願いします1212 12はあの数字をさあの日本語で日本語で読むって言ったらいいのかな て言ったら1があひひらがなでひで読んで2は g で呼ぶから私谷川ひじりっていう本名がね本名というかフルネームがあれだから谷川谷は谷川で121 12にはひじひじっていう当て字でつけたの。でも一応誕生日が12月26日だからなんかわけわかんないことになっちゃったんだけど。 <laughs> あんまりなんかそんな深く考えずにつけちゃいました人が食事してるの好きごめんね全然あの食事する以前の問題ですごい静止画なんだけど <laughs> あっ今日すけだ <laughs> ありがとうはとみ今沖縄にいるのジャムおじさんあジャムおじさんってこと <laughs> はじめましてすごいなんかジャムおじさんのアイコンなんか知らんけどすごい AI で <laughs> ジャムおじさんってやったらこれが出てくるんかなペーターさんの誕生日は12月12なん12月結構多いよなお誕生日お祝い祭りなんだけど私のお友達お友達たちは 覚えやすいね沖縄6日間いて今日あ今日帰ってきたのえ沖縄さめちゃめちゃ行きたいなって京介のやつ見て思ったんだけどさ沖縄ってまだ暑いのかな1週間いいな沖縄覚えちゃったねお互い覚えちゃったね インスタのやつ覚えてくれたやろだって <laughs> そうしてどんな時も冬みたいに言うてさあ日早めだからさ早く寝ようって思ったのに。 なんか寝れなくてこの時間になっちゃった昼間は日焼けするレベルで暑かったあ全然夏なんだでも昼間はってことは夜は過ごしやすいんかな何時起きなのだって時間はねえー、っとね99時には出る 7時半とかには起きなきゃいけないんだよねとんでもないよね全然ハッピーハッピーサンデーじゃないんだけど <laughs> 7時半に起きる日曜日全然ハッピーサンデーじゃないんだけどどうしよう三ツ矢サイダーかねえ三ツ矢サイダーじゃなくてユジいが可愛いって言ってよ <laughs> 三ツ谷サイダーこのサイズの三ツ谷サイダーが一番最初から最後まで美味しいと思って飲めるサイズ感な気がするあのオロナミンシーと一緒でそうあと4時間ぐらい今な今3時前ぐらいかな渋原行きそうな <laughs> らこれやだらっ,って言わないでよお顔でしょ <laughs> ってよく言われるんだけどえマジで人生で一回も渋ハロ行ったことないんですけどえ本当になんか渋ハロに行くこう若者とか、まあ、好きな方を全全員的に回すかもしれないんだけどえ本当にねえ本当にできるだけその その31日とか30日とかそこ近辺は渋谷の予定を全く入れないでおこうっていうぐらい本当に徹底して避けてるんだけど <laughs> 渋波ーって何するんですか逆に知りたい目的は何三ツサイダーってロングセラーよそうねなんかたまに飲みたくなっちゃう フハロネ、ね、とか言って密かに言ってそう <laughs> これはダメだ何言っても何言っても論破されるけどいや論破っていうか別に嘘ついてないからいいんだけどさ <laughs> いつだっけな去年一昨年ぐらいにどうしてもその日に <laughs> その日にさ あのまあ、すど真ん中あのなんだっけあのスクランブル交差点だっけあそこじゃないんだけどあの宮益坂とかのちょっと上がってった方のでなんだっけあの時なんかネイルだかなんかの予定があって行ったんだけどえマジで本当 本当に人多すぎて、駅も絶対来たくないから、タクシーにしようと思ったけど、タクシーも捕まらないしさ、本当に。マジで一生ハロウィンに予定できないって、あの2年前に誓いました。ワンチャンじゃないだって。絶対嫌なんだけど。本当に絶対嫌だ。 炭酸ってか確かに缶の方が美味しいの分かるきつねさんお疲れ様てかあのよくさコストコとかじゃないけどあの50ミリ缶のファンタグレープとかファンタオレンジとかなんかそのちっこいさ50ミリ缶の炭酸めっちゃ美味しくない 去年帰省されたから行かなくて正解。いや、絶対行かなくて正解だし、多分その一回行ってみたいなと思って、フラッと行ってみたらえ、本当に行き時刻ですよ、あれ。別になんか、めちゃめちゃ人がさ、多いしさ。あの、とんでもない治安だよ。<laughs> 本当に。私は24の年です。今23だけど。 ちな中ぽこちゃんああそう前の配信でもなんか「渋ハロ行かないの?」みたいな質問あった時にそのトラウマ話したコーラのロング缶美味しいよねでもなんかロング缶ってさまあまとめて買うかたまにウーバーのさでつ,つけるっていうか買うの 150これ150ミリ何ミリ ?200? この缶のやつよくなるけど <laughs> コストコご利用ありがとうございますだってえコストコの御曹司なにわのあきらさんあきらくんフォローありがとうナンパされたらどう対応する ナンパされたら私でも基本外歩いてる時にあの音楽聴きながらとか音楽聴いてなかったとしても耳にイヤホンずっとつけてるからあの聞こえないふりしてます。<laughs> <laughs> だからかなんか街中街を歩いてる時の自分の視野を視野はほんと20度ぐらい。<laughs> 20度ぐらいで音を遮断して歩いてるから無視して歩いちゃうでもナンパされたら負けだと思ってるから悔しくなります <laughs> 働いてるんだええー、コストコ行きたいんだよなしばらく行ってない皆さんフォローありがとうイケメンならついていかないよ <laughs> というか人生で ナンパされてナンパについてたこと一回もないんだけど。怖くないあれひじナンパして無視されたの懐かしいだったえ嘘でしょ嘘でしょ <laughs> 本当に言ってるコストコってデータ場所になるえー、どうなんだろう わユーザーザさんバラありがとうございますめっちゃ嬉しいラジオ配信なのにありがとうでもなんか同棲してるカップルとかさなんかそのもう付き合って反同棲してるカップルとかならコストコもデート場所になるんじゃないこれ一緒に食べようとかなるけどどうなんだろうわかんないけど。 コストコ言うとしたことないな,なんか友達とかとみんなで一緒にコストコに行った記憶がある通話中だろうがめっちゃ声かけるだってすんご <laughs> あ間違えた誰かに招待送っちゃいましたごめんなさい嘘,嘘ですじゃない間違えましたごめんなさい間違えちゃいましたあフェティッシュさんも笑ありがとうッカップル多いんだ えよな <laughs> 絶対に申し訳ないなって思っちゃったわ今カスタコなんて車持ってるあ確かにそうだねヘイも前なんか友達とかとみんなで車で行ったわあっりょんだおかえり でもさコストコさウーバーもあるじゃんでもなんかちょっと遠すぎてウーバーで頼んだことないけど運転したいな久しぶりにこないだぶりだね確かにこないだ久しぶりに来てくれた時ぶりか この間、本当にありがとう。たくさん、たくさん投げてくれてありがとう。<laughs> あフェティッシュくん、ありがとう。よかったら、ぜひ、ライブ配信、ライブ配信、ラジオ配信なんですけど、ギフギャラ集めてます。ギフギャラじゃない、間違えた。ライブ、ライブ、ライブゴール集めてます あ、りょうくんもはとみありがとう。キャバ嬢じゃないんですよね。残念ながら。あ、りょうもはとみありがとう。全国で一番駅から近いんだって。あ、ええー、そうなんだ。ヤマリンです。スーツケース。すご。スーツケース、ガチ勢じゃん。 いくら積めばひじりさんと会えますかっ <laughs> て話でえ値段設定したことないんだけど <laughs> 逆にそういう風な感じのは全然やってないんだけどいくらだったら会いたいと思う,うちへのうちへはどんぐらいの値段になるんだろうね 1>, サイダー1年分だって <laughs> 1年分に変えたらさいくらになるんだろう一 <laughs> 夜サイダー1年分よりだったらなんかあのファンタとかいっぱい混ざってる方がいいな <laughs> <laughs> お金で判断したくないそうだようちだってお金で判断されたくないよ <laughs> <laughs> 例えばの話ねなんで声だけ今日さ顔出して配信しようかなって思ってたんだけどあの物もらいができちゃってあのがんするのもなーとか思ったりしてそうおとといぐらいにできたんだけどあっお昨日か。 昨日できたんだけどで一応明日の夜は顔出して配信しようかなと思ってるんですけどちょっと今日はで本当は今日は配信お休みしようと思ってたんだけどだけどあの明日今日今日7時半ぐらいに起きなきゃいけなくて早めにねその分早めに寝ようかなって思ったけどあの結局寝れなくて <laughs> そう回答が勝ち。 大丈夫ありがとう。ジャングルにちゃい,ないないよ。あ琴音トミありがとう。明日はね、何時からしようかなと思ってるんだけど、うーん、まあ、21時とか20時とかそんぐらいになるかなと思います。めっちゃサイダーの CM、確かに。<laughs> 確かに。 <laughs> それぐらいいい位置に三ツ矢サイダーを飾ってるわなこれスポンサーになってくんないかなアサヒフものもらいねほんとたまになるんだよねそれも結構なんかあの大事な大事なっていうかさメイクして普通になんかよしちゃんと 予定ある時に物もらいになりがちなんだけど一体どういうことなんだろうねあもうすっぴんですよか物もらいの時さメイクしたくないなと思ってメイクしてなかったからすっぴんっていうのもあるけど本当はだって今のと今の私の予定のスケジュール的にはあの明日の朝に向けて寝てる予定だったんだけどあの全然声 怖い色的にあの眠そうな声じゃないでしょう <laughs> びっくりするぐらい本当にとんでもないんですけどあレリンバラありがとう嬉しいありがとうございます早起きしなきゃいけない時に限って寝れないけどねまあ人間そう簡単にはいきませんよって話なんかな どんな時もパフェみたいに「充電がなくなっている遠足行く前の子供 <laughs> かわいいじゃん遠足行く前の子供ねはあ<ー> <laughs> 逆に今もう3時ぐらいとかなんかなワクワクして。 寝れない全然ワクワクする予定でもないんだけどね <laughs> な予定がさ例えばなんかデートとかだったらさとてもなんか可愛らしいじゃない全然違うから <laughs> 明日お台場でお酒ライブあっ出演するの ?3 時か明日,明日もこの時間にしてよだってまあでも明日 まあ、そうだね。もしかしたら遅くなるかもしれないけど。未定かな、でも、一応夜に配信はする予定です。あ、光るハートミー、ありがとう。お疲れ様。そうだよね。今週三連休だもんね。今週末で運動会やってるよね。いっぱいいろんなところ。 私の友達の子供も今日運動会だった。し朝のさ朝かな朝ってうかも10時ぐらい外からすごいなんか愉快な陽気な音聞こえんなと思ったらなんか近くの学校が運動会してた。小学校かなすごい可愛くてさあの自己紹介 自己紹介じゃなないわなんか多分ナンバーレーン何番ーレーン何々さんみたいな何が行くみたいなので一人ずつこう「はい」みたいな多分一歩前に出てさ「はいはいはい」みたいな感じのやつだったんかな。すごいなんかやんちゃ小僧もいたりして朝から <laughs> なんか穏やかな感じの目覚めでした。 確かにこの調子で言ったらさ、まあ、寝るは寝るけどちょっと寝て朝から予定してってなったら夜眠くて一回寝そうだな悩ましいね何がダメって多分今日さお昼寝しちゃったからだよねなんでさあの天気がいい日のお昼寝ってすごい気持ちくってそのままいっぱい寝ちゃうんだろう Jadi, んんうん、てんか明日ライブだったら早いんじゃないのあでも夜か大体い,い夜かライブって明日晴れるかなうんうん フェスみたいな感じあそうなんだタイムスケジュールみたいなのがあるってことかなじゃあだだーすけさんいらっしゃーい 1>, 1時半に、ね、一番暑い時間だじゃんわっりょんありがとう嬉しいライブライブじゃないラジオ配信なのにありがとう優しいありがとうだすけさんあ嬉しいこんばんは カメントありがとうございます海外の方なのかなすごいなんか陽気なアイコンだねあココさんはバラありがとう嬉しい <laughs> 今日こんな感じだったらサウナ行けばよかったな ミスったなあ,あゆうじくんだ <laughs> ゆうじくん今日ラジオ配信だから動いてないんですけどすいません <laughs> ゆうじくんだ <laughs> そして友達はパフみたいに わっ、りょうンありがとう。ありがとう。お酒かと思ったら、三ツ矢サイダー。<laughs> 本当に。めちゃめちゃ、スポンサーについてるかぐらいのさ、三ツ矢サイダーの映り込みですよね、これ。<laughs> そうなの。全然三ツ矢サイダー。 <laughs> これでねなんかビールとかあった方がよかったかな逆に三ツ矢サイドだった方がよかったかなサウナ行きたいなーゆうじくんとかってサウナ行かないんですかあんまり行かないみんながみんなサウナが好きとは限らないか小さいのところ 塩サウナえ塩サウナ行ったことないんですけど何塩サウナって体に塩塗るのそれとも塩ええー、すごっめっちゃ肌によさそうそっちの方が汗かくんかな発汗作用ってことめっちゃ肌ツルツルになりそう塩サウナって えー、塩サウナいいな最高ですねうわサウナ行きた <laughs> めちゃめちゃサウナ行きたくなったんですけど塩サウナ行ったことないけど塩サウナっていうワードで行きたくなったでもなーもう3時だしな、うん 本当に寝れないなってなってライブ配信したはいいもののさライブ配信してると楽しくて楽しくなっちゃって長い時間やっちゃうっていう結末おすすめサウナどこだってえでもここのさ私これインスタグラムに載せてたんだけどこのサウナこのこの写真バックにの この写真がさちょうどサウナの水風呂に入ってる時 <laughs> どのタイミングでフォトどのタイミングで写真撮ってんのって感じだけどさここのサウナめっちゃいいんですよインスタに載せてるんだけどえ水風呂が本当にね肌パキパキになるぐらい冷たくてえそれ心臓止まりそうなぐらい果たしてそれは体にいいのかって言われたら分かんないんだけど本当にね場と整いますね でもあんまりさこう女の子、まあ、女性のね女の子最近増えたかでも女の子が行けるさよく一人でもよく行くんだったらあのレディアンのさ恵比寿のところはよく行くけどもうふらっと行ってふらっと帰るけど。 サウナ行ったことないでも私も全然あんまないですよ。しなんか友達とかとその誘われてさあの女の子とかだけどね一緒に誘われていく,くのもさいいんだけどさなんかサウナって結構なんか自分のこのんだろう時間とかあるじゃん何分入って何分ちょっと整ってみたいなのをさ、まあ、ルーティーンでは全然そのない。 絶対守らもうそこを覆したくないみたいなほどまでのルーティーンではないんだけど自分なりにこうなんかいろいろね流れとかがあるからさすごい仲いい子とかだったら「ごめん先上がる」とかいろいろ言えるけどって考えたら意外と一人で一人でさこうゆったりなんか自分のタイミングでサウナ行く方が好きなんだよね。 にしった言ったとてルーティーン守るよだって <laughs> 大事 <laughs> え聞いちゃうんだよね <laughs> え大丈夫みたいな結構なんか日に長く入るタイプだからさなか気遣われてもあれだなとか思うから言ってしまううん <laughs> <laughs> ああサウナ行きだってえそう本当はねい分なんか喋らずに黙々とサウナ入りたいんだけどあそこはプラスサウナですよサウナねでも最近とかはね周りの友達もなんかみんなみんな暇さえあればサウナ行ってる。 川なしたいんだけど川に飛び込みたいっていうか最近新しい趣味が見つかり会社から5分のとこ近お「違う去年女の子にそんな一緒に行こう」って言気分じゃないって言っただって <laughs> 断り方がめっちゃ U 字文 U 字文だった U 字文。 かわいい間違えちゃったユージぷんって言っちゃった。ユージくんっぽくてなんか面白い。ユージぷんかわいい。人生でユージぷんって呼ばれたことあります。ないユージぷん。かわいいニックネームにしてない <laughs>。ユージくん。 嫌じゃなかったらユウジプンって呼ぼうかな <laughs> ゆうじぷん。ユウジプン。何の話してたっけすべてユウジプンに乗っ <laughs> 頭の中かっさらわれた。ひじになれるしかない <laughs>。やった <laughs>。じゃあ唯一のユウジプンにしよう。ユウジプン。 あそうそう,そう思い出した最近あのソロキャンプのの動画見るめっっちゃハマってるんですよねソロキャンプがハマってるんじゃなくてソロキャンプしてる人の動画見るのにハマってる <laughs> 全然なんかキャンプグッズとか全くないんだけどさあのほんとちっちゃい頃小学校とかの時に なんか家族とか友達とかとキャンプなんて行ったっきり行ったことないんですけどなんか本当にさ規模めちゃめちゃでかいテントみたいなのとかを張ってるその海外、まあ、私がよく見てたのは韓国の方なんですけどのなんかすごいクオリティめちゃ高い。 ソロキャンプを見るるのに最近ハマってるでもあんまりなんか周りにキャンプがそのサウナが好きな友達は意外と多いけどさキャンプ好きな友達いなさすぎてこれは何かはかない夢に夢というか夢に散りなんか散ってしまいそうだけどアメリカの BB Q 大 BBQ 大会何それ BBQ 大会 バーベキューにも大会があるのアメリカってグローバルすぎないあなまこのお兄ちゃん兄ちゃんはじめましてすんごバーベキュー大会だってワードが新鮮すぎて全然しっくり入ってこないんだけど <laughs> すんご バーーベキューもしかしたら BBQ ってもうバーベキューじゃない説まであるいやさすがにバーベキューだよね BBQ ってなんかそういうソロキャンプ風キャンプ風ソロキャンプじゃないわキャンプ風な感じなんかなグッズとかがすでに揃わさってるみたいなそういうのありがたいわ ラボお願いします、だってすご、潜ってナマコ取ってます、だって <laughs> そこら辺にいるお兄ちゃんでマコ取ってんのバーベキューは室内派です、だっていいよね、室内ねバーベキュー、もうバーベキューの時期じゃないんかないやもう、まだいけるか、室内なら 私はバーベキューそんなしてないなバーベキューいいよね <laughs> フォローありがとうございますとってもありがたいですあなんかゆいじ君さあれじゃなかったっけ TikTok 仲間とさ あの何、ー、だっけなんかの飲むみたいなの言ってませんでしたお願いしますかしでいいのでえぜひちょっと今あの顔出ししてないのでまた明日とか顔出しするので顔出ししてる時でよければあ来週なんだあと少しよ 可愛いい逆に断られたんだけどだって顔なし配、はい、コラボってあれですよねあのおしゃべりみたいな感じですよね <laughs> <laughs> 私人見知りだからな <laughs> おしゃべりしたい <laughs> マッチングってこと？<laughs> こいいあとちょっとで一時間なんだ。あと二十分くらいで今日のラジオ配信終わろうかな。 ゆじくん明日は何してるのというか皆さんだけど。あ、そうイベントあるんですよ。10月の30日にハロウィンイベントする予定なんですけど。一応平日だからさ。 まあ一応ハロウィンイベントっていうさ名前で出しちゃってるからコスプレをしようかなと思うんだけどあの全然渋谷とかじゃなくて秋葉原なんで場所が <laughs> 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 まあいいかとか思いつつ引きこもりだってわ <laughs> じゃあ明日も配信で会えるねそうイベントの準備もそろそろしないといけないんですけどねやばいです なんだかんだ。バタ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 ,バタっていう感じなんですけど。ああ、明日起きるかな。配信見に来いってお誘いね。だって。<laughs> バレた <laughs> バレた <laughs> 一応何時から配信しようかなとは思ってるんだけど。<laughs> でも明日言うてさまあ連休というかだから遅い時間の方がみんな来るんかな早めよりどうだろう迷い中です何時にするかなんか TikTok 配信ってさ配信始めたらなんか通知行くって言うじゃないですか あれってなんか通知来ないみたいな人もいるし来るよーって人もいるけどあんま来ないんかな作兵ーさんいらっしゃーいどうなんだろう <laughs> 通知自体切ってると <laughs> <laughs> 受ける通知行く行かない時点の問題じゃなかったで、ね、グルーチャルーるさいからああなるほどねそれはあれ配信一緒に見てる仲間の人のグルーチャーってことひじもグループチャット作ろうかなそしたら 今日配信何時からするよとか言ったらさみんな見に来てくれるのかないまだになんかあんまり仕組み分かってないのが本当に終わってんだけどさ「カンさんこんばんはコメントありがとうございます」どうな ゲーム配信者をいじめる会のメンバーだってパワーワードすぎるんだけど怖 <laughs> 怖すぎ結構強めのメンバーなんですけどよっちゃんフォローありがとうありがとうございます んごめんましてバーセとか稼るとか治安悪いことやってるいや治安悪すぎやろ <laughs> めちゃめちゃ想像以上に治安悪くて笑ってるんだけどどういうことあ <laughs>、ま、ユーザーさんバラありがとうございます嬉しいありがとうバラとてつもなく治安悪かった もろ <laughs> 強ーいちょっと今日はさラジオ配信だから一応ライブゴールは設定はしているんですけども明日明日頑張るしかない私また優しい荒らして投げたからいやでも最後何したとて最後に投げるんだ <laughs> 終わりよければせめてよしみたいなスターズってこと <laughs> その治安悪グループは <coughs> すごい TikTok の楽しみ方で面白いねでも需要と供給が合っているんでしょう必ラ <laughs> っていうか文句言うなってことはっ <laughs> 大体モデレーターと褒める <laughs> おもろすぎなんですけどどういう楽しみ方なの <laughs> じゃあそのユージくんを知ってるさ人たちがじゃあこの配信のコメントの感じのユージくん見たらびっくりするだろうねえ優しくないってなるくない 今日は、ね、あのおとといにできたものもらいのせいで <laughs> そうちょっと眼帯してやるのもなーとか思って今日はあのラジオ配信なんですけど全然いつもラジオじゃないですめちゃめちゃ動き回ってますだから明日は調子的に多分明日大丈夫だろうなって思うから明日は顔出しで配信しようかなーって思ってます本当はね 今日も今日はもうそのまま明日早いからいもう寝ちゃおうかなと思ったんですけどびっくりするぐらい寝れなくて気づいたら配信始めてました優しくして何が悪いのかあざとくて何が悪いのみたいになっちゃってるから <laughs> 優しいの大好き <laughs> 優しいのがいい 一生一生うちの TikTok ひじとゆうじぶんの TikTok ライフは優しいでいこうテーマ優しいにしよう <laughs> 優しい TikTok ライフにしようよ一緒に <laughs> <laughs> 共有したらハイエナ来るかなだってでも名前が怖いんだけどうちも荒らされるんちゃん <laughs> え明日共有してみてよ明日のさ動いてるときにさ肘も肘戦う <laughs> 戦ってやるから負けそう肘力不足にも程があるぐらい負けそうだけどうん <laughs> 怖いのが主婦だってちゃんと一家の大黒らだったりするってことえそれは何その雄く君とかが戦ってる相手がってこと相手が主婦とかじゃなくてあのハイエナっていうその攻撃する側の人間がってことそこのメンバーが怖 <laughs> どういうチームな本当にすごいんだけど想像つかなすぎて怖いんだけどやっぱりあの日々の <laughs> 日々の鬱憤とかってこと <laughs> ちゃんと子供いたりするのにあおえてる <laughs> すごすぎるんですけど天候すぎるんですけどひじすぐやられるじゃんそんな。 いね面白いねいろんな人配信してる側の人もさいろんな人いるなって思うけどさリスナーさん側も本当にいろんな人がいて面白いよねうちらだけじゃないっていうああとちょっとで、ね、1時間だあと10分経たないぐらいそこにじゃ <coughs> あ,あるろうかな 朝5時とかに配信者をみんなで呼びつけるあ逆にリスナーさんから配信しろって煽るってこと <laughs> もはやそれ仲いいよね。もう <laughs> 距離感がもうさ地元の幼なじみみたいな距離感じゃん羨ましいけど逆に。 配信してるから来いって言ってコマとあげさせる。だって。<laughs> こわ。それ朝の5時なんでしょすこすぎ。<laughs> 破天荒じゃん。<laughs> うちにもその破天荒さが足りないのかな。あんまりこう穏やかすぎてもさ、面白みないみたいな。時にはスパイス必要みたいなニュアンスってことあ、誰 か,か,かやさんかやさんでいいのかなたかやさんかすごいおしゃれなスペース空いてるからかやさんかと思ったけどたかやさんだねありがとうございます嬉しいたかやさん <laughs> ありがとうアイコンご本人さんなんかなはじめまして 今日はラジオ配信なんですけどいつも動いてます。人とあんまり被らんのが好きなんだ,だ絶対被んないよ。<laughs> こんな前初めて見ました。トップツー寝てただって怖っ。<laughs> 一発目からトップツーなの怖すぎるんですか。 くんはいつもこの時間帯なんですかでもまだ3時とかだとあれなんかな遅い時間ではないのみんな <laughs> みんなからしたらこの時間帯ってどういう時間帯いまゆきチャンネルさんフォローありがとうございます16人の俳優の達だってすごい <laughs> すごい先鋭舞台みたいな感じになっちゃってるから「おはようチャンネル」確かにうちもチャンネル名前についてるわチャンネル仲間だね フォローありがとうございます。03さ,さん。なんて読むんだろう、これ。ちょっと、教養がなってないかも、うち。声も切れ、ありがとうございます。また明日も夜配信してるから、よかったら来てください。お仕事頑張ってね。ありがとう。今から、今、お仕事中の人もいるのか。 なるほどねすごいん。でも今ん今3時半とかまだそんなとってないか3時ぐらいかあ言うてでも私も。 もうそれ終わらないとな 2>, <laughs> 2日寝ずに仕事してましたってやばー限界突破じゃない来てありがとう静止画だけど主婦起きてるだってやば遅めだねでもあれか週末だからかな今日休日だから主婦に休日はないか <laughs> まずそれは何で生存確認してんのウルチャで生存確認配信してるだってすごバリバリ元気やすんげじゃあうちの配信今終わったら主婦のもとへ直行なんじゃん 気づいたら1時間ぐらい配信してた「漫画やむ」だって <laughs> ゆったりだねジャッキーさんありがとうハートミーありがとうございます <coughs> よーしじゃあ私もそろそろ終わろうかな。 みんなありがとうございました私のただただ寝れないだけのこのダラダララジオ配信に付き合ってくださって言うてまだ寝るなそうなんだけど明日はしっかりあのメイクして動いて配信しようかなと思うのでよかったら是非また来てくださいゆうじもありがとねそれじゃあみんな良い週末をお過ごしください じゃあみんなおやすみなさい。ありがとう。スーさんもありがとう。<laughs> じゃあみんなおやすみね。また明日バイバイ。